いつもご視聴ありがとうございます。ADHD を僕は持っているんですが、今日は苦手と得意、興味がある、興味がないのリストをメーターで作ってみました。まず一番苦手なことで、興味があっても一番苦手なことは、まず絵を描くことです。絵の、 漫画のスクールに通っていたんですが、全然上達せずに、漫画が書けずに、スクールを退学することにしました。で、一番苦手で、え興味がないことは裁縫です。え不器用で、針を指に刺してしまったりしてしまうので、裁縫は、 できる限りやりたくないように思っております。で、えー、得意で興味があること、えー、一番得意なんで興味があること、ボーリング。で、その次に、えー、外国のお金をトレードする、外貨預金とかを主にやってるんですが、えー、為替、レートを見る、外国のお金を、ま、趣味で集めたり、ま、するっていうことが、えー、好きで、 為替に関しても非常に興味がある部門になっております。その他は苦手なことで興味があってもできないこと、人付き合いがなかなかうまくいかず、友人関係も全くゼロです。で、格闘技や球技といったスポーツもボーリング、 では、球技なんですが、ボーリングを除く球技全般が、体の使い方が悪くて、えうまく、ドッジボールであれば、えボールにが自分の方に向かってくるのが怖い。例えば、バッティングセンターとかに行って、バッターボックスの打席に立ったときにえ、自分の方に飛んできたときに、まあ、避けられないっていったことがよくあります。格闘技に関しては、えー 自分が不器用なので、えー、なるべくそういった、えー、ことはしたくないし、やられっぱなしになってしまうので、えー、格闘技も苦手です。あとは球技で中で最も苦手なのは、えー、バスケットボールとサッカーです。えー、バスケットボールは、えー、ドリブルをするときに、えー、相手、ドリブルをしているときに、横から、いろんな角度から、えー、相手チーム、 の人にボールを奪われるといったことが、かわすといったことが非常に苦手ですで。サッカーも苦手で、サッカーはボールを蹴るときに、相手に奪われるときに、相手がいなくてもボールをうまく蹴れずに空振りしてしまうといったことがよくあります。まあ、学科で最も苦手なのが数学。計算が全く できません数字を数えるにも指を使わないと計算できないっていう風に感じです。で理科も苦手でその、えー、プラスマイナスとかのや、えー、アルファとかよくな記号で使うんですがその意味がさっぱりわからずに液体の成分アルカリ性とか 賛成とかそういったこともあまり少し興味がないのとなんか訳が分からないのであんまりあの自分で学ぼうとゆする気が起こらないといったことが主な原因で理科も苦手です。あと政治に関しても、まあ、ニューストランプ大統領とか安倍総理とかのことは割と好きな方なので。 得意でも苦手でもないので、えー、真ん中ぐらいに入れてみましたあとはあのテレビゲーム、まあ、いろんなゲームで主にレースゲームとか、えー、戦闘機で戦うゲームを主にあのするんですが、まあ、そういった感じで、えー、いつもよくしてるので、えー、少し上の方に入れてみましたであとは、えー、スポーツ 球技を除くスポーツ、全般的なスポーツは好きなんですが、バドミントンであったり、テニスであったりするスポーツは興味があります。バドミントンは中学時代の時にラリーを400回以上続けたという記録も一応持っていることは持っていますが、ボウリングの方が 得意といえば得意です。ボーリングの方は、他のあのボーリング動画の方でもいろいろジャンルを載せていて、実際あのボーリング場でもあの働いて実際プロを目指しています。ですので、そちらの方の動画も良ければあのぜひ見てください。で他にも今後また、あの X3 であったり、ADHD の症状に関する動画もまた上げていきたいと思いますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お楽しみにください。それではまた次回お会いいたしましょう。